最近ハマってるやつ。あ、リュウジ君や。これ知ってるかな、料理人のリュウジ君。それこそみんな大体ツイッターとか、あ、 X って言うんですっけ、今 X って言うんですっけ、 X とかでさ、料理研究家みたいなの出てくるの大体リュウジ君。そう、リュウジ君そうだね、よくポストしてらっしゃる。ツイッターでもね、今ポストだもんね、ツイートじゃないもんね、今ポストですから。でこれね、リュウジ君が作ってるこのスパイスで、リュウジ君のサイトで定期的にね、たまに売り出すんだよ。でもすぐなくなるんだよね。人気らしいですよねこれ。でこれが運よく買えて1個で、これ使ってみたのさ、半端ない。これね、マジめっちゃうまいんだよね。もうほんとご飯にかけて、ふりかけでも食えるし、もう何でも極上になっちゃう。肉にかけてもうまいし、最高だね。スパイスと言いながら結構うまみが強い感じなんですね。で、赤じそとか、なんかほんと日本人が好きなものめっちゃ入ってんの。わかるわ。なんか刺激、ほんのり刺激がある感じのやつだよね。さっきコメントちらっとあったけど、そうスパイスはマキシマムだわっていう、マキシマムにちょっと近いのさ。はいはいはい。マキシマムより俺的にはちょっと食べやすいかなっていうやつで。マキシマムは俺も知ってるよ、あれめちゃくちゃうまいよね。そう、でもちょっとしょっぱいじゃん。しょっぱいしょっぱい、うまいんだけど、あれよりはまだ食べやすいかなっていうのがあって、これマジ何にでもかけれる、野菜にもかけれるし。いやまた筋トレで申し訳ないんだけど、筋トレしてる人ってこうガチの期間になると食べれるもの制限されていくじゃん、こういうスパイスは食えるわけさ。そうなんだ、だから結局こういうので味付けして食べていくわけね、だからすごい幸せになれるのよ。ああいいかもねこれ。だって別にこれ自体には脂質とかないもん。スパイスだもんね。そうスパイス、悪いもん入ってないから。ごめんね、飯の話続くんだけど、これすぐ終わるわこれね。僕もこれ振らない、深くこれ振らない。イオン系列のとこで売ってて、これほんと手のひらサイズくらいのこのパック付きの中にガーリック入ってて、ほんとちょっと小腹すいたなって時にチンしてすぐ食べれる、ニンニクめっちゃ入ってるやつ。これ売ってたらね、ちょっと買ってみ。中にこのコーンとかも入ってて、お米だけでいいんだ。おいしそう、買ってみよう。これね、もう一個言っていい？いいよ。いいよ。一個買っといて。すぐ終わんねえじゃねえじゃないか。すぐ終わんないじゃないか。YouTube 放送終わった後に食べちゃったことあるんだよ。あ、そうなんだ。あ、もうあまりにも食べたくて。そう。家に置いといたやつなんだけど。美味しそうだね、でも。これ普通に味濃くてね、うまかった。味付けご飯と。あ、もう冷凍で、全部冷凍で。ご飯もついてる。もうチンすればいいだけ？そう。タレとご飯が別になってて、で両方ともこうチンして、こう最後タレかけて混ぜて食うみたいなやつなんだけど。でも K さん俺らだったらこれカロリーそんなないから。そうだね、300ぐらい54ならこれだけで食えばね。脂質もね、何もだこれいいんじゃない、10代か20代ぐらい、そんなとこだよね。多分あっても15もないと思うけどな。これにそれこそ最初に言ったさ、ハンバーグ入れて一緒に食べたらうまいな。美味しいと思う。これ良さそう。で最近ハマってるのがこれね。おお出た。これねマジ俺びっくりした。これ聞いた時俺知らない。ね、同じ事務所で働いてるから、君たち知らないことないじゃんって思うと思うんだよ、ぶっちゃけ。これは知らんかったよね。ただ、僕と K さんと中岡さんって、僕と K さんは隣同士だけど、背中向けて働いてるわけ。俺だけ背中向いてるんですよ。だから後ろって見ないじゃん、働いてる時。まあ僕らパソコン向かってるから、だから後ろで中岡さん何やってるかってぶっちゃけ全然知らないわけね。でこの前さ、僕自席でさ、海鮮丼に醤油ぶっかけて食べてたら「はい、ああ醤油いいかい？」ってさ「ああごめんなさい、テーブル持ってきてましたわ」はい、で醤油持ってって何するかと思ったら、お湯に醤油入れて飲んでんの。そうなの。最近このね、大丈夫この人って思ってさ。海鮮汁の具材、これね200円か300円ぐらいでめっちゃ量入ってる。そうこれのこの味噌汁買えよって安いひとつまみ入れて、サイゼリアでね500円でね、このサイゼリアの唐辛子買える。これ悲しい話で、これをちょっと入れて、でお醤油、まあ俺はね2回し半ぐらい入れて。でお湯をかけてお湯醤油っていうのを最近ね、お湯醤油最近飲んでるんだ。結構うまいんだよって言い出した時に結構進めてくるからな、進めてくるね。結構迷惑なんですよね。いやこれめっちゃ面白いんだよな。いやこれさ、お小遣いうんぬんとか言うけど、安い味噌汁今までも飲んでて、で安い味噌汁ってマジで安いから1パック8円7円のやつね。別にだってそれってどんな状態でも買えるわけじゃないですか、結局いくらお金なくても。そうね、もうそれ飲んでくれって気持ちになってお湯と醤油、もうわざわざ醤油飲まないでくれって。この醤油も別に俺が買ってきたやつじゃなくて、醤油大久保さんが持ってきてくれてるやつだね。醤油はもう大久保のあれ担当なんで、大久保のこれはね取り上げられたから何なんだっていう感じではありますけど、最近ハマってるものといえば、あ、そういえば俺のお湯醤油、これ超面白いよな。でもこれちょっと僕結構めっちゃ面白いと思ってるんで、これ披露してもらってよかったなって思ってます。わびしすぎるだろさすがに。これ最初、一番最初俺が初めてお湯醤油飲んだ時ってこの海鮮汁の素なかったんだよ。ガチの醤油とお湯だけで飲んだんだよね。あ、その時代からお湯醤油したの？そう。それまずいよ。じゃあこれアップデートされてこれなんだ。これ3バージョンぐらい上がって、今サイゼリアの唐辛子と海鮮のこれが来たから、こんだけ美味しそうになる。最初ただの醤油の汁だからね。お湯醤油の中岡、塩醤油の大久保、塩醤油、お湯塩、お湯塩、お湯塩って何ですか？お湯に塩だけ入れてる。お湯に塩だけ入れてるのやってたっけ俺そんなこと。いやいやいや、これに乗っかるってことは、乗っかるってことね。同じレベルに戦うってことは、中尾さんに乗っかってるんだったら俺も突然「いやお湯塩めっちゃ美味しいんだよね」いやこれさ、汗かいた日とかもさ塩いるじゃん、いや味あるししょっぱくて美味しいよ、そんなやつでこのお湯胡椒の方が美味しいよっていう感じになっちゃう。怖っ、ごめん、両方やったことある。うわ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 、怖い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 。いやね、お湯に塩はね意外にうまいんだよ。マジでやめてほしい。うまいって言わないでほしいもんだ。塩水やん、で胡椒だけはねちょっと喉イガイガするだけだから、塩のお湯に胡椒入れるのがベスト。本出しますか、お湯と何かで作れる。あ、お湯飯。ええやん、お湯飯30日分お湯飯100種類ぐらい欲しいんで全部試してください。